どうしてもですね、アプローチの状況下の中で、手前にバンカーがあって、グリーンが狙えない状況、もしくはボールを上げていかないと、グリーンに、まあ、もしくはピンに絡めることができないっていう状況が、あるんですけども、まあ、できればそこは避けたいところなんですけども、ミスが出た時にバンカーの手前であったり、傾斜が強いようなところに対してアプローチをしなきゃいけないっていう時はやはり必要になってくるのがロブショット。ロブショットイコール高いボールを打たなきゃいけないという思ってしまう方が多いと思います。ロブショットを高く打とうとしすぎてクラブを必要以上にこう上げてってしまうですね。体重が右に残った状態でボールを上げたいですね。もしくは肩を下げて打っていきたい。結果的にはこっちに残っている状態になるのでしっかりとこっちサイド左サイドに乗っていく、ロフトはしっかりとこんだけのロフトがあるのでこの角度では十分飛んでいくのでこれを必要以上に上げるということは、しなくても大丈夫です。自然と構えてですね、ロフトを通りに構えてあげて若干オープンで打ってあげるですね。時には少しロフト、フェースをこうちょっと開いたりするっていう動きもあるんですけども開いた時にそのままの状態です、構えるとスコアラインですね、スコアラインは向こうを向いてしまうのでそこに対して体は少しオープンにしてあげるとスコアラインをまっすぐ向いていきます。そこに対して上がればボールは自然と上がっていくのでセットアップの仕方というのが非常に重要になってきます。よく見るのが同じような形でこのまんまフェースだけを開いているとこれこのまま打つとシャンクします。フェースボールは基本的にはフェースの向きに対してボールは飛んでいくので開いた状態を作ったらスコアラインをターゲットに対してまっすぐ向けるように自分が体を開いて動いてあげる。そうですね、そこから実際アプローチするのとは変わらないスイングになってきます。ここからしっかり体を回してあげるんですね。回してあげることによってボールを自然と運ぶことができます。この時に先ほど申し上げた通りクラブをボールを上げようとしすぎてこちら側のフィニッシュになるとトップしてしまったり同じ位置で開いてもボールを上げようとしすぎてダフってしまう。20ヤードのアプローチもするのも変わらないようにセットアップをしっかりしてあげて回ってあげる。十分ボールは上がっていくのでぜひ皆さん試してみてください。練習方法としましては非常にちょっと、難しくはなるんですけども、柔らかく、打つ。とにかく強く手を動かすというよりは体をしっかり使って大きく振ってみるですね。距離感非常に難しいのでどれぐらい飛ぶかっていうのをこう体をしっかり使いながら飛ばしてあげる。開いてゆっくりとですね打ってあげる。手で運ぶというよりは体全身を使って打ってあげるですね。このような形をで練習をしていくことによって、クラブが入ってくるところをゆっくり見て入射角をしっかり見て打ってあげる。こういう練習をしてみると、ロブショットが簡単に打てるようになるかもしれません。では早速打ってみたいと思います。ロフトですね、しっかりロフト通りセットアップをしてあげて、スクエア若干フェースは右に向くケースがあるのでスタンスはスコアラインがまっすぐなるように体を入れ替えてあげるですね。抜けるスペースを作ってあげるですね。に対して上げたら体をしっかり手で打つというよりは体をしっかり回してあげるですね。いきますですね。しっかり振り切ること、体全身を使って振り切ることでボールは自然と高いボールが打てるようになるのでぜひ皆さん試してみてください。